なんかみんな何してんやって見とったで、うん、用意してるよ。用意してるんか。何の用意してるんやろな。あ、リンどこ行くんや。入ったか。取り付いて行ってたわ。ちょっとお洗濯いっぱいしてたからさ。お洗濯いっぱいしてた。うん。あ、高めのやつ。まずは一つ開いていきます。ちょっと朝ひんやりするから。うん、やるもな、ちょっとひんやり。まだいっぱいあるからね。まだいっぱいある。うん。いや、ふわふわやぞ、きっと。みんなついていくよ。その中のも暖かいやつに帰るんか。まだあるの。どんだけ出てくるんや。使える？うん、よく見やすい。えいみちゃん、これ
それ可愛らしいな。シマエナガ。シマエナガっていうの。この鳥な。あ、鳥か。うん。ああ、言ってる。リンゴ。ここはシマエナガさんの。それも引こう。何か変化が苦手やからなりちゃん。変化も抜けないになったよ。とりあえずは。とりあえずこんな感じ。ちょっと暖かスポットが増えたよな。うん。あ、時間が乗ってくれた。ぬくいな。あれだったらみんなでありちゃう。あれ足元ふわふわやろ。よしよしよし。ビビどこ行ったやろな。ついていったわ。あ、ビビ出てきた。見つけたな。あ、もうかも来た。いいな、お外見ながら。お外見ながらな。りんちゃんもおいでよ。ゴロゴロ言ってる、うん、もう冬毛って生えてんのかな。もう生えてくるんちゃう。今まだ夏毛かな。まだ夏毛やろ。お母さんもっとふわふわになるね。そうか。舐められて手舐められて。うん、なんかこの子匂い嗅ぎながら歩いとんな、うん、何の遠慮するんや。わーい言っちゃうな。お母ちゃん、わーかしこい。もっかよ、かしこいね。もっかよ、もっかよ、かしこいね。もっかちゃん、もっかちゃん。見て、このほら。なあ、だいぶ伸びたな。ほら、ちょっとチョキチョキするね、もかちゃん。もかすごいね。あ、長いわ。切るだけでさ、うん、全然違うね。全然違うな、きっと。うん、こっち、こっちもかもか。見て、ほら、ボンボサボセ。こっちも切ろうね。なんかやっぱりあれな、爪切るよりは全然平気みたい。もっかちゃん、もっかちゃん、もっかちゃん。超おとなしいやん。賢いね、むかちゃん。だいぶ切れたよ。
破けてたな。すごい。なんか、なんか、かわいいね、もんか。かわいいっていうことは知っとるねんな。なんかかわいいね。猫のな、肉球って、人間の皮膚の5分の1の厚さしかないやん。そう。だから、デリケートやから、先のさ、丸くなった安全なやつで傷つけないようにしてあげたいな、うん、そうか、うん、まっちゃん寝た、うん、寝そうやな、うん、賢いな、これぐらいかな、なんか終わった、変わったってどうなったんや、ちょっとカットしました、ちょっとカットして綺麗になったか、あの動きも綺麗に見えて、うん、どうやっても、うん、あ、もういいの、そうか、こっちもほら目やっとった、怒るな、はい、よしよし、ありがとう、なんかいいよ、もう降りて、いっぱい切れたな、ほんま降りひな、降りひな、固まった、下ろしてあげる、はい、はい、もうか終わってるよ、お客様もう終わってますこれ走りやすくなるわ、あ、ビビ入ってるよビビ入ってる、気持ちいいか、よし、こんなにも、うん、結構切れたな、うん、切ったらなんかさっぱりしたな、もかな、着物着てるみたいなかわいいね、ビビいいやんか、リーちゃん新しいとこ入ってるで、ぬくいかな、リーちゃんお返事上手やな、うん、新しいとこ入ったかなっていう時の返事めっちゃ可愛かった、何俺には無視すんね俺喋りかけても無視すんねよしよし入ってるすっぽりやんか、もかちゃんなんかすっぽりやな、よしよし顎も置けるか、顎もいとるわ、うわ、かわいい、おにぎりおにぎりって言うとお母さんなんていうかわいさぴったり顎のラインにそうやな、うん、いいのかいしよしよし、りーちゃん抜くよね、ふんわりするか、気持ちよさそうや。見に来た。見に来たか。あれは何でしょうね。開けようか。それは多分遊ぶでいっぱい。りんちゃんも珍しく来てくれたな。来た来た。ハッピーも来た。みんな来たやん。ネズミの尻尾ロングロングが出たよな、なあ、くっつけて、うん、これで完成、新しいおもちゃやな、久しぶり、新しいおもちゃ、うん、なんて書いてたかな、
軽く振ると軽く振った方がニョロニョロプルプルとした動きを出せますそうか上手に持つな、りんちゃん上手に持ってたな、ここ何かな、この丸いとこあ、ふわふわやあ、ふわふわかふわふわにいつものネズミの尻尾のあのゴムがついてるって感じ、うん、そうか、ふわふわやってた上手に持った一旦ちくわも遊べるかはいはいはいめっちゃ走るやん。なんて、うん、任せない。任せない。みんな待ってたんや。みんな待ってたか。すごいやもか。ビビきたこれはなかなか遊びそうやななあピョン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 するなかっこいいチクすごいねピュア、あれか空中の方が好きなんか、うん、普段のネズミの尻尾もニョロニョロしても遊べへんから、こうやって見てたらすっごい尻尾長いネズミみたい見える、うん、楽しそうやな、なんかかな遊びすんなりんちゃんは気持ちよさそうやんか気持ちいいのちくわいっぱい鳥さんと一緒に寝てるな大好きな鳥と一緒に寝とんなよしこのまま運んであげる、うん、運んであげるちくわちゃん寝といてねはい、寝てたら寝てたら寝室来れたなよしよしよしモカも来てみんな来たよみんな寝に来たな